こんにちは、セラです。ココミです。今日はじゃん、夜ご飯ルーレット、イエーイ。ルーレットに変えてあるおかずが今日の夜ご飯となります。出た分食べれちゃいます。イエーイ。こういう星がついてるのに限って食べれないかもしれないっていうね、チャレンジになります。牛乳は嫌だ。おにぎりを作ろう。セラちゃん、おにぎりを作ってくださいね、自分でね。おにぎりを作ろうね。牛乳、わー、牛乳ゲット。よかった、よかったね。よし、じゃあ作ってくる。はい、セラちゃん、おにぎりを作ってください。ふりかけのおにぎりですか。いや、おかずゲットじゃん。もう最初から牛乳なんてね、ココミちゃんね。お腹膨れるよ。頑張って、炊きたてのご飯だからあっちあっちよ。大丈夫だ、周り何も中に包み込んじゃった。はい、どうぞ。いただきます。はい、遠足。あー、お腹膨れそう。ほんとだね。寿司食べたい。ちーちゃん、味しますか？すいません。しません。中に入れちゃう。私の方が早いかもしれない。ココミちゃん飲み終わったので、ココミちゃんルーレット回しましょう。イエーイ。ドリブル100回。斜めったかね。斜めってもいいでしょう。斜めったね。まあ、楽勝だったね。シエラちゃん、食べ終わったということで。はい。ダルドナココア。時間かかるやつや。頑張って、ここで作ってください。はい。なかなかご飯が出てこない。焼きそばだ。あ、よかった。星ついてない。そう、星ついてない焼きそばゲットです。イエーイ。いただきます。よかったね。うん、調子でどんどん食材を当てていってください。美味しいですか。美味しい。うん、何狙いでいきますか。寿司2個。あー、いいね。寿司2個も星がついてないね。で、その後にゼリー欲しい。せーちゃん、お茶。お茶、うん、お茶ルーレットにする。うん、かわいい。リクエストがあったお茶を加えてきました。無事にできることを願う。うん、砂糖も入ってるみたいな。じゃあ少なめでいいんじゃない。いや、前少なめにしたら失敗したからね。水多めだな。水多いね。多そう。いや、多くないよ。ごちそうさまでした。はい、ココミちゃん、ごちそうさまでしたということです。じゃあ回しちゃいますか。はい。春巻きです。いいな。あ、ついてる、ついてる。チャレンジをしてもらいます。ココミちゃん、どうぞ。こっちって感じする。そっちって感じする。ココミちゃん、決まりましたか。決まってる、うん、はい、せーの。ダメだよ、ママ。お寿司3個。くじです。次は、うん、どっちにする。どっちどっち決めた。うん、せーの。ドンマイ。ドンマイ。残念だったね。じゃあもう3分待ちましょう。セラちゃんは順調じゃないっぽいですけど、頑張って。それ3袋目でしょ。はい、セイラちゃん、あらららららら、諦めます。これは下がここはで、上が逆バージョンになったパターンですか。はい、失敗らしいです。失敗しました。ココミちゃん、どうぞ。飴飴飴
構大きな飴ちゃんになってます。何これ、初めて見たんだけど。みかんの形してるよ。ここみちゃんの舐め終わるの大変そうね。あ、噛んでるの？もう噛めた？あ、せいらちゃん飲み終わりましたか？はい、邪魔します。はい、どうぞ。ヒレカツ欲しい、欲しいてます。はい、どうぞ。せいらちゃんどっち選びますか？せーの。おー、すごい、すごい、やった。え、一個一個です。いただきます。美味しい？唐揚げ食べたい。唐揚げ食べたい。お寿司食べたい。ココミちゃん食べ終わったみたいなので、ルーレット回してください。ゼリー星ついてます。お寿司が良かった。ゼリー食べたい。こっちだよ、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 こっちだよ。ゼリーが当たってしまいました。残念。こちらのゼリーです。ごちそうさまでした。まだここみちゃんまともなご飯って焼きそばだけで、焼きそばだけだね。で、お寿司。唐揚げ。脂っこい。お寿司食べたい。どちらを選びますか？せーの。おー、すごいね。あ、なんか揚げ物だ。がっこりしてんな。お寿司食べたいよ。唐揚げ食べたかったよ。お寿司2個。ねえ、確実に食べれるやつ。よかったね。お寿司2個。いいの？なってあります。素晴らしいでしょ。よかったね、ココミちゃん。うん。セイラちゃんが羨ましそうに見ております。スイちゃんもいいじゃん、おかずいっぱい当たってね、ココミちゃん。くどいですか？そろそろお茶とか当てときますか？ごちそうさまでした。おじゃーん。おめでとう、お茶欲しいって言ってたね。ごちそうさまでした。はい、焼きそば。春巻き食べたい。行きたくない。行きたくない。ハズレを狙ってください。ハズレは多分こっちだと思うんだよ。せーの。どうぞ。いつもやだ、私ペイって引く。どうぞ。早いね。しかもテンション引く。残り3つです。何狙いですか？お寿司ですか？春巻き。どうしませんか？どうぞ。すごいね、当たり引きますね。これ2つの可能性が低いから、ちょっと、あ、お寿司。ココミちゃん頑張って。せーの。じゃあ3分経ちました。あ、セイラちゃん食べないの？食べるって待ってたの？頑張って。せーの。こちらのミルキー差し上げます。なかなかね、ミルキーって口にひっつくのよね。まだ食べたいんだけど。せいちゃん、そもそもせらちゃんこちらから食べるやつまで最初の、おにぎりでかかったね。じゃあもう残りが2個ということで、ルールを変更します。いい線。この中にお寿司か春巻き入っています。いい線。せーの。お、じゃあこっち行くわ。いい？せーの。やったー。よかったね。イエーイ。ココミちゃんやっと念願のおかずだね。そうだよね。おかずさ、焼きそばっておかず？おかず。焼きそばね、2杯も当たっちゃって。焼きそばいらん。バリバリで美味しそうじゃないですか。マグロ？うまい。マグロ？美味しかった、よかったね。ごちそうさまでした。ルーレットで夕食はどうでしたか？野菜がない。確かに、コーンがあるコーン。
み焼くっていうのも考えてはいたんだけどね。でも自分で焼かなきゃいけない。あと味噌汁とかもないね。確かに。今日のところはこの辺で。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくね。Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくね。バイバイ、また見てね。チャンネル登録お願いします。こちら